はい、ということで、今日はですね、こちらは、写真スタジオですかね、はい、彩りスタジオですね、はい、まあ、運営されている小田島さんに今日はですね、スタジオ運営しつつ、まあ、フォトグラファーでもありまして、はい、まあ、スタジオでも割とこうお子様とか撮られる方が、うん、多いとお聞きしてますが、はい、今日はですね、もうそんな小田島さんに、まあ、特にこう親子とか子供を撮影する時に、まあ、大切なこととか、はい、ちょっといろいろとのゲストとしてお話を伺わせていただければと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。じゃあ最初にじゃあ小田島さんの、はい、自己紹介をお願いできますか。はい、今、8割9割ぐらいがファミリーの撮影です。うんうん、キャリアとしては何年ぐらい？写真だけだと、うんうん、もうすぐ10年あ、うん、そうですね、9年半ぐらいです、ね。うん、なるほどですね。はい、ファミリーの撮影をしようと思ったきっかけ、うん、子供を産んだ、うん、その後にすぐに写真を撮ってもらうきっかけがあって、うん、でそこで写真を撮ってもらったその1枚がすごい自分を変えて、うん、そのカメラマンさんに出会わなかったらもしかしたら今この自分の道じゃなかったかもしれないんですけ ど、その時にしか撮れない写真が、うん、その後の人生でこう見た時にどんどんこう価値が増す写真っていうのは、あ、なんか、あ、人のそういう人生の 一瞬を撮らせてもらって作品にするっていうのがすごい贅沢なことだなって思って、うん、なんか、あ、こういう仕事があるんだって最初にすごい衝撃を受けて、うん、小田島さんが、まあ、子供もしくは親子を撮影する上で、うん、大切にしてることというか、もうすごいシンプルで心地よさですね。あ、なるほど。それは両者にとって、はい、この子にとっての心地よさって一体何だろうって思って、はいはいはい、うん、観察しながら、はいはい、今近づかないでほしいかなとか、どうしたらこの子の表情が普段に近い柔らかいものになっていくかなっていうのを見ながらやってます。私が緊張してたら、お客さんも緊張するし。そうですよね。なるほどな。その被写体が持ってる、うんうん、なんかこう、なんていうのかな、入ってきてほしいゾーンと、うんうんうん、はい、これ以上は入ってほしくないゾーンみたいなのも、撮られたい自分っていうのもあるかなと思ってて、はいはいはい、私こういう風に撮られたいみたいな、まあ、確かにあると思うんですよ。あると思いますね。その人の自己肯定感につながる写真を撮りたいんですよ。そうか、難しいのはやっぱ直接聞き出すことはおそらくできないから、うん、どう撮られたいですかとかって聞いてもむしろ難しいので、どういう人なんだろうなっていうのを感じて、これだったら、まあ、本当に素の表情とかいい表情を見せてくれるだろうなっていう、まあ、コミュニケーションを取りながら撮影するっていう、なんか簡単なようでめっちゃ難しそうですね。めっちゃ難しいですね。うん、そういうことね、めっちゃ観察してます。あ、そういうことですよね。観察が大事ですね。多分小田島さんも、うんうん、ご自身のお子様いらっしゃると思うんですけど、うんうん、自分の お子供と、まあ、お仕事でやられる親、うんうんうん、子供の写真っていうのは、うんうんうん、撮影する側としてのスタンスっていうんですか、考えみたいなのって変わります？特に変わらないですか？変わります。あ、変わりますか。今を自分が見てこの世界を閉じ込めてる、うん、はいはいはい、っていうことなんですね。うん、感覚なんですよね。なるほど。これ、うん、この写真ってこういう気持ちで撮ったよねっていうのが写ってたらすごくいいなと思うし、うんうん、いいですよね、どんな表情で自分が撮ってたかとか、うん、どんな表情で子供を見てたかを残すのが、うん、たまにあってもいいんじゃないっていうのが、うん、なるほど、撮りたい。いやー、いい話。なんか写真見た時にその時の、うん、でも風とか、あ、そう、そういうのも思い出すみたいな、なんかそういうのは香りとか、ね、香りとかね、うんうんうん、この後何食べたなとか、あ、この時こういう気持ちだったよね、はいはい、みたいなのが、うん、すごいポジティブだと、うん、あ、私この写真撮った時心地よかったなっていうので、うん、なるほど、あ、この写真外に出したいって思う気がするんですよ。遊びに行って、うん、カメラのバッグ持って一日中肩から下げてたのに何も撮らなかった日とかもあって、あるんですか。なるほど、なるほど。でもそれぐらいなんか、うん、そう、気が乗らない時とかもやっぱりあっていいと思っていて、はいはい、それで1枚でも撮るっていうのもすごい素敵なことだと思うんですけど、なんか、あ、この日乗らなかったんだな、なんかそれでもいいかなって思っていて、なんかそれで結構自分が何が撮りたいか分かってくるかもしれない。あ、これ持ってってここ行ったのに撮らなかったの自分って何ですか。あ、それ大事かも、確かに。なんか特にカメラ買いたてだと嬉しくて持っていくけど、なんかずっと置きっぱなしになっちゃうみたいなのも悲しいから、持ってってみて、
なんか気が乗れば撮影すればいいし、そうですね、そうじゃなければあの、まあ、別に撮らなくてもいいしみたいなところ で、ね、じゃあ撮った時はなんで撮ったんだろう、で撮らなかった時はなんで撮らなかったんだろうでなんか自分の好きな、なんていうの、ね、ものが見えてきそう。そうですね、なるほど。人それぞれ答え違うとは思うんですけど、うんうんうん、なんか小田島さんが考えるいい写真みたいなことをそうそうめっちゃ難しいんですけど、はいはい、いつか誰かがこれいいねって思ってくれるかもしれない瞬間を撮りたいなと思ってます、うんうん、なるほど、はい、自分の身近にあるものが、うん、その人にとってはそれが支えになってたりとか、うん、その人のなんか頑張ろうって思うモチベーションになってたりするかもしれないから、うん、そういう誰か一人のためのモチベーションになる写真が撮りたい、うん、そういうことか表現として自分が写真とどう向き合えるかみたいなことを、何でもいいから自分の中での答えがあれば、うんうんうん、それは正解みたいなことですね。すごい回りくどい言い方かもしれないですけど、よい写真撮ってやれと思って、撮ろう撮ろうと思って言ってないんですよ。なんかその結果的に出てきたものが、あ、良い写真だったなって思うのは自分のその時の状態であり、相手のその時の状態であるから、思う瞬間が来るかもしれないと思って今を表現してる。なるほどですね。確かに、そうすればまず自分にストレスがないですよね。あ、ない、ね、で結果相手にもやっぱりなんかその楽しさなのか伝わるだろうし、なんかいい表現ができるかなと思って。そうですね。もしかしたらあのご視聴いただいている皆様もあの、まあ、ゆくゆくはお仕事になったらいいなみたいなあのことをお考えいらっしゃるかもしれないので、仕事にするために何から始めればいいかみたいな、そんなアドバイス的なことをちょっと最後にいただければ嬉しいです。まず何を撮りたいか、うん、何を撮ってる時に自分が心地よいかっていうのを知るっていうのがすごい大事だなと思います、うんうん、私のファミリーでしょそれが、はい、でもそうじゃない人ももちろんいるし、うんうん、それはそこで貫いていいと思う。で、うん、やっぱりシャッターを切れるっていうのが全体の業務の、うん、2割ぐらい、ね、もっと低いかもしれないですよね、うん、でも他 の、 その残りの8割、うん、9割は本当にもう裏方 の、うん、もうその準備だったりとか、うん、環境を整えることだったりとか、うん、地味な作業だけど、はい、すごいそこが好きだからやっていけるし、うん、やってて楽しいですよね、うんうんうん、やっぱりその 1,2 割を表現するエネルギーをこの8割9割のところでヘルシーな状態でいなきゃいけないから、はいはいはい、3人育ててるんですけど、うんうんうん、もう本当に大変で、はい、もうすごい夢中で子育てやってる感じがする、はい、あるんですけど、はい、常にこうキャパシティの狭さ自分の、あの、はい、知るんですよね。あ、自分なんかこう、あ、こんな言い方しなきゃいいのにって言ってるよ、うん、自分がみたいなとか、わーって思うんですけど、うんうんうん、なんか、うんうん、そういうのも全部勉強になってつながってるなって思って、うんうんうん、はい、修行だと思ってやってて。なるほど。僕が今のお話で一番心に響いたのは、やっぱ自分のが好きなあの撮影スタイルというか、うん、じゃないと多分頑張れないですよね、うん、そうです ね、 そこが小田島さんファミリーっていうのに気づいてやられていらっしゃって、うんうんうん、やっぱ最初はやっぱ分からないのがもう本当常だと思うんで、ちょっと話戻りますけど、いろいろ撮ってみて、うん、なんかこれ違うなとか、うんうんうん、これは楽しいなでまずはいい気がしますね、うんうん、そうです ね、 ね、はい、ということで、はい、まあ、今日はちょっといろいろお話をいただきまして、本当小田島さんありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ僕自身も勉強になりました。はい、ちょっとあのご覧いただいた皆様も、あのもしね、あの学びになったとか、もしくは、まあ、もうちょっとこういうことを聞きたかったとかあれば、ぜひコメント欄にて、いただけると、もしかしたらまた小田島さんのリベンジさせていただければとも思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、次回の動画もお楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。はい、それではまたお会いしましょう。またありがとうございました。